綺麗なダイヤモンドの鶴橋を持つ。では久しぶりに今回はですね、どうも天国でございます。皆さん元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやっていきたいと思います。はい、ご覧ください。もう完全回復よ。ありがとうございます。ついでにコップなんかも持っていこうかと。あんまり溜まってないんだね。結構放置したつもりだったんだけど、あとはじゃあ矢をたくさん持って帰っとこうね。在庫よ、在庫、もう在庫抱えながらもうやってますからね。はい、帰ってまいりました。今日はですね、やっぱりもうそろそろちゃんとねトンネルを完成させつつの、あ、なんか何してるんですか。何してるのこれ。めっちゃ溜まってんすけど、これ匠に気づかれるとやばいな。全員もろともだなこれ。あいつだけに攻撃。侵入者だ。怒ってんのか。なめんなよ。戻っていくんだよ、うちのトライデントは。まあいいや。本日もやってまいりまーす。ショータイム。ここも気づけばめっちゃ溜まってるからな。いつか満タンになるの。当たり前だ、それは当たり前だ。いつか満タンになるのは当たり前なんだ。人参がでもマジで今回やばいかもしれない。ほら、あ、いやー、そっか、手持ちにいっぱいあった。そろそろね、もう100回も間近ですよ皆さん。今日97でしょ。もうやばいんですよね。グータラやってらんないですよ。やっぱ100回といえばですよね皆さん。そろそろそれに向けて準備する。今日97でしょ。8、9、10だから、今回を含めると4回なんですよね。あと4回で、ビッグボスとの、決戦をね、よいしょ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 、サトウキビちょっと回しておこうか。あれで使えるもんな。エンドラだよな。でもまあ、3回あればなんとかなんじゃないかなと思うんですよ。まずは場所を探さないといけないじゃないですか。探すで、そこ攻略するで入る。もう入ったらもうエンダードラゴンとの戦いなのよ。だからこれで3話ぐらいなんじゃないかと思うんだけども、そこに向けて何か今できることがあるのかということを考えていきましょうかね。それとですね、こう焼き上がった石とかがあるので、あ、そうだ、違う違う、人参を処理しなければならない。それがね皆さんね、最近自動化の波が来てるじゃん。うち止めた方がいいなと思っててあっち行って処理して、こっち行って処理してみたいなことがあるのよ。ここなんでも完全オール自動だから、どん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 溜まっていくわけ。だからチェストを増やすか、これね、ここのチェスト増やすのをやるか。まずは人参が腐るほど溜まってしまって、まあ、じゃがいもがもともと腐るほど溜まって、うわー、やべえなやべえな。ちょっと交易でエメラルド交換しに行くか。それではマグラジオ行きたいと思います。ポケット UI でプレイしてる人って聞いたんですけど、これね、ポケット UI じゃないと特殊な置き方ができないよって思っていた頃のアンケートなので、ちょっとまあずれてるんですけど、何それ美味しいの 75%、 みんなの方がずれてなかった。はははは。巨大ネーム、チョコパン王者さん、スケスポの自動仕分け機 Java ではできなかったです。ご報告ありがとうございます。マグクラ2019ガンバジャジャさんとタクミと、カズさんとゆうたくんありがとうね。ほな、オムそばとかやく、タケノコご飯、かやくご飯、マグニーの陽気なボケが奇妙じゃないですね。陽気なダイヤモンドが見つかるね。田中智さんがいつもこういうの、書いてくださいます。いつもありがとう。ほな、会計のやつ。はい、というわけで帰ってまいりました。今回は裏でエメラルドをね貯めさせていただきました。ここのじゃがいもがもうほとんどなくなって、これを使ってまたねじゃがいもを増やすモードに変えてあげたいなとは思ってるんだよね。この先、ここの2つだよな、ここの2つだよな、だここの2つなので、こことここ掘りので 1,2,3、 まあそうだな、この高さでいいな。で高さ3で掘っていけばええんでねえかい。こういう風にしてあげれば、きた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 、一番上のを取りたいんだけども、取ろうとするとこうするでしょ、こうだろ、こうすれば、あ、見れるよな。よし、溜まってきた溜まってきた溜まってきた。でなおかつ階段作って上り下りできるようにしつつ、こういう場所ができちゃったので、はい、湧き潰ししておいて、はい、一旦のね対処はこれでいいんじゃないかなと思います。ちょっと綺麗には、していきます。まあまあまあ、それは今日いいね、一仕事をこう昼間に終える感じね。おやっし。では続きまして、トンネル、滑らかハーフブロックは全然足りてなかった。今回焼け切った滑らかな石があるので全部置けるんじゃないかと思うわけ。
おお、もうこの辺は、え、上、あ、置けてないの、ほらほらほら、置けてないんだよ。よいしょ、置きます。皆さん足りないよ全然足りないよ。ハーフブロックにしたら2倍になるんじゃないの、数。まだ完成しないな。今日はもうこの辺で諦めるか。やっぱり滑らかな石が割と、あの、使う数量ここにもあるし、ここもあるし、あとこう横2列もそうだし、割と数あるんで、うん、コストは高めになっちゃいましたね。はい、あ、ご覧ください、あの、サトウキビガンガン溜まりましたんではい、この綺麗なダイヤモンドのツルハシを持って、まずは一発目、君じゃない、君だ、ほっ、幸運耐久に、耐久3、効率2があるんだよな。きたー、効率4。よし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 、この効率4がもう1個あればいいんだ。そうだろ、じゃあ効率強化5になるわけだ。もう1本ダイヤのツルハシ作ってきましたんで、やべ、終わったかも、つけらんなかった。経験値がもう30まで下がっちゃいました。はい、ここに置いときます、忘れないと思います、多分。まあ、今回はね、一応効率4のスラッシュをゲットできたので、もう一個効率の手に入ったら、効率5にして、シルクタッチにつけたいと思います。では久しぶりに村人のゾーンに行きたいと思います。皆さんご機嫌いかがかな。牧師を探してるんだ。君と交易をガンガンして、なおかつ君からエンダーパールをもらいたい。限界くれ。7つしかもらえないの。ダメよダメよ、逃げるね。そしてダメ、これ以上在庫ありませんじゃないの。これ以上在庫ありませんじゃないの。ね、これ以上在庫あんまりありませんじゃないの。してじゃないの。だって仕入れものすごい大変ですやん。あの黒いでっかいやつめちゃくちゃ強いですやん。なかなか仕入れできないんだもんじゃない。持ってませんやん。だから仕入れ大変ですやん。エンダーパールの仕入れ大変なんだもんじゃない。そんな商売言わないますけど、大変なのかもしれないよ。商売命かけて命中しないのことあったら大変ですやんか。得意も不得意もありませんわ。勘弁してくんなれ。ほんまに。頼ますわ。いっぱいエメラルド渡してるよ。おおよそ30個手に入ったからそれでいいわ。ね。ありがとうありがとう。よしよしよし、皆さん。エンダーパールが手に入りました。エンダーパールが手に入ったら、あとはなんだ、ブレイズパウダーか。ブレイズパウダーがあればエンダーアイが完成しますね。じゃあこのまま一旦拠点に帰りまして、で前のバージョンだと村の下になんかそのエンドのね、なんだ、エンド要塞がある可能性がすげえ高かったらしいんだけど、それはねちょっとアップデートで修正されたって話なんですが、私はそのアップデートが来る前からあの村にはいたので、もしかしたらあの下が要塞、エンド要塞なんてことも当然考えられます。もう全部いけ、全部いっちゃったもんこれじゃあこれ入れとこうかな。ブレイズも取りに行かないといけないですね。エンダードラゴンとの戦いでね、やっぱポーションも必要なんじゃないかと思うので、あの今回はですね、やられないように、ここで何回もやられたからな。ブレイズロットをね、取りに来ました。よし、ちょっと取れたぞ。これ何これ、あ、俺が置いたのかこれ何なのかと思ったわ。で、ここの要塞をねクリアしてないんですよね。怖えな。よし、ちょっと丁寧に処理しよう。やべ、ため谷打ったったで、はい、回収、まあ、できたんですけど、まあ、結果的に言うとシャベルがなくなりましたね、ブレイズロットも3つ手に入りました。十分だ、もう十分十分、これ以上危険を犯す必要は全くない。こちらにメリットはないのだ。ウェイ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 、うわ、ダイヤや。おお、黒曜石、これね、馬鎧っていうのは実はね、かさばるんだよな。どうにかなんか他に使い方欲しいよね。ここの要塞は本当に広めだな。今までに、この BE で出会ってきた要塞の中でもトップクラスの広さですよね。2個目のくせに何か言ってるで。お前はな、静かにしとけよ、お前は。もうこの要塞ある程度もう把握したぞ。
そんなに歩いてないけど、やっぱり攻略しやすくなってるな。よっしゃー、皆さん、エンダーアイも準備できました。次はエンダーアイでね、要塞探すっけないんじゃないの。もうこれ武器とかツールとかに関しては問題ないんだけど、ここがちょっとあまりにも貧相。防護を一つつけるでしょ。よし、回復した。よし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 。落下軽減さえついてれば、飛ばされた時の衝撃、あーそうか、エンダーパールもうちょっと必要だなこれ。このね、エンダーパールがあることによって、危機を脱することができるんだ。対エンダードラゴンの時めちゃくちゃ上に飛ばされるんですよ、バーン。そして落下耐性がついてるっていうのは、もうそれに対しての対策もバッチリ取れてるということなので、うん、あとポーション作ればもういつでももういける状態ではあるな。オッケー、できました。はい、回復のスプラッシュポーションができました。これで多分大丈夫だと思うんだよね。あとは、そうだな、このエンダーパールとエンダーアイがあれば、対エンドラ戦をね、潤滑に、過ごしていけるのではないかと思っております。しょうがないから裸のしゃべり1個作って、ということで今回この辺りで終了させていただきましょう。100回に向けて準備進めていきたいと思います。それでは皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟たちよ、感謝せ。そういや、うん、お誕生日おめでとうございます。そして皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。はい。